ディルムンの地理的位置。周辺にシュメル、エラム、マガン、東方にメルハガール。ディルムンはメソポタミア文明において、交易相手、原料の産地、メソポタミア文明とインダス文明の物資の周産地などとして記録されている土地の名前である。位ディルムンの正確な位置は明らかになっていないが、バーレーン、サウジアラビアの東部地方、カタール、オマーン。 ペルシャ湾のイラン沿岸部などと関連があると考えられている。ディルムン文明の首都としてバーレーン要塞は世界遺産に登録された。ディルムンの名がシュメルの設計文字記録に最初に現れるのは紀元前4000年期末のことである。その年度版はウルクにあった女神イナンラの神殿跡で発見された。形容詞としてのディルムンは斧の方や ある種の特別色を指す時に用いられた。加えて、ディルムンと繋がりのあった人々に配給された羊毛のリストもある。オマーン半島では、ハフィート期の時代から銅を採掘して輸出していた。メソポタミアの資料では、銅を産出する場所は、シュメル語で、マガン、アッカド語で、マカンと呼ばれた。紀元前3000年期には、ディルムンは、マガンとメソポタミア間の銅交易の中継地だった。 後にディルムンの記録は、シュメル初期王朝の時代に現れた。メソポタミアとディルムンの交易記録は5つあり、初期王朝時代のラガシュ出土文書、ウル第三王朝時代のウル出土文書、イシンラルサ時代のウル出土文書、イシンラルサ時代のラルサ出土文書とイシンラルサ時代の、後代の,高台のウル出土文書となる。オマーン半島のウンブアンナール文明は、ハフィート文化の導入室を引き継ぎ、メソポタミア、 トランスエラム文明、インダス文明と貿易を行った。紀元前2000年頃に、ウンムアンナール文明は衰退し、首都はオマーン半島からバーレーン島へと移って、バールバール文明が起こった。バーレーンで発見された最初の入植跡の一つは、アッシリア王センナケリーブがアラビア北東部を攻略し、バーレーンの島々を支柱に収めたことを示唆している。紀元前2000年頃から、 海面低下によってファイラカジマが居住可能となるとファイラカジマでの取引が活発になった。バーレーン国立博物館はディルムンの黄金時代は紀元前2200年から前1600年頃の間であったと見積もっている。ディルムンの名はバビロンのカシート人王朝に属するブルナブリアシュ2世の知性の頃に書かれた2通の書簡でも言及されている。これらの手紙は ディルムンの地方当局者がメソポタミアの上司に当てたものだが、そこで研究されている人名はアッカド人のものである。これらの書簡や他の文書は当時のディルムンとバビロンの間に行政上の関連があったことをほのめかしているが、カッシート長が倒れるとメソポタミアの文書はディルムンの名に触れなくなっている。例外的な存在が紀元前二百五十年のアッシリア語の碑文であり、 これは、アッカドアサのサルゴンが、ディルムンや、メルッハなどの王でもあることを宣言したものである。この碑文には、ディルムンからの貢ぎ物があったことにも触れている。紀元前千年期の別のアッシリア語の碑文でも、アッシリアの統治権が、ディルムンに及んでいることが示されている。紀元前2千年期諸島からは、ユーフラテス川上流の開発が進み、メソポタミアは、キュプロスの銅や、 アマノス山脈の木材、ヘマタイトなどの物資を入手できるようになった。紀元前1900年、紀元前1800年頃には、インダス文明が衰退して商品が減少し、紀元前1800年頃には、メソポタミアの記録からメルフ派が消滅する。こうして、メソポタミアとインダスとの貿易が減少するにつれて、ディルムンは衰退した。ディルムンに関する最後の言及は、 新バビロニア王国のものである。紀元前567年の行政上の記録によって当時のディルムンがバビロンの王の支配下にあったことがわかる。紀元前538年に新バビロニアが倒れるとディルムンの名は使われなくなる。ディルムンの印象。カルードとヤギが掘られているメソポタミア文明とインダス文明の間で交易を行っていたことについては考古学上。 文献学上双法の証拠がある。ハラッパー遺跡で出土した粘土製の印象は明らかに商品を束ねるものの封印に用いられていた。それは印象の反対側に紐や袋のマークが記されていることも裏付けになる。ウルや他のメソポタミア遺跡ではこうしたインダスの封印が多く見つかっている。ペルシャ湾型として知られるディルムンに由来する円形の印象は インダス文明の模ンジョダロや、ロータル、イラン高原のスーサ、そしてマズイアードなどで発見されている。他方、インダス文明のハラッパー人も、メソポタミアまで航海をしており、バーレント、ファイラカジマ、ウルでは変則的な表記のインダス文字秘文が発見されている。この変則的表記のインダス式印象が作られた理由については、諸説がある、に、 メルフ派に言及しているメソポタミアの公益記録、商品一覧、公式秘文などは、ハラッパーの封印や考古学的知見を保管するものである。メルフ派に関する文書上の言及は、維新ラルサ時代の悪化土人たちに遡るが、実際の公益はそれよりもさらに前、初期王朝時代に始まったようである。メルフ派さんの器などは、メソポタミアの港に直接船で運ばれていたようだが、 医心ラルサ時代になると、ディルムンが交易を独占するようになった。具体的にどういった品目をやり取りしていたのかについては確実性が落ちるが、メソポタミアが、穀物、銀、鈴、毛織物、オリーブオイルなどを輸出し、ディルムンは、銅、木材、ルリ、金、アンチモニー、インダス地方の造芸や鉱玉髄、釉薬をかけたビーズ細工、亀甲、 オマーン半島のマカン足シの、ケイソロバン、ペルシャ湾で採れた真珠、貝や骨のはめ込み細工などを輸出した。同海やメソポタミアで産出する、天然アスファルトも、綿織物や課金との取引に用いられていた、可能性がある。この交易の重要性は、ディルムンで用いられていた、重さや、長さが、インガスで用いられていたものと、実質的に一致していたことにも表れている。それらは、 南メソポタミアのものとは一致していなかった。ディルムンは時として太陽の昇る場所、生命に満ちた場所と叙述されている。これはディルムンがシュメール神話の一編集では創世神話の舞台になっていることや洪水伝説の主人公ジウスドラが神々から永遠の命を授かったとされる場所であることによる。ディルムンはエンキとニンフルサグの叙事種でも 天地創造の場所として描かれている。シュメールのハエを司る女神ニンリル、シュルッパクの都カ神、スドモ、ディルムンに住まいを持っている。ギルガメッシュ女子史にも登場するディルムンはエデンの園ののモデルになった場所と推測する学者もいる。しかしながら、初期の女児子、エンメルカルとアラッタの領主では、ウルクとエリドにおけるエンメルカルによるジックラとの建設を中心とする主要な出来事は、 ディルムンが建設される前の世界で起こったこととして描かれている。ありがとうございます。